こんにちは、ファブリカです。今回はロング&ショートステッチのコツです。以前ご紹介したサテンステッチも面を埋めるときに使いますが、広い面積を埋める場合は不向きです。糸が長く渡ると引っかかりが起きたり、土台となる生地が糸の隙間から見えてしまうことがあります。はっきりとした決まりはないのですが、図案の幅が1センチ以上になる場合はロング&ショートステッチにするのが良いと思います。本や先生によっても刺し方は様々です。私もその時々によって使い分けますし、今後ももっとやりやすい方法が見つかるかもしれません。今回は私が基本的と思う刺し方と応用の刺し方2種類をご紹介します。左が基本的なロング&ショートです。同じ針穴を共有して刺していきます。針穴部分に影ができるので、つなぎ目がくっきりと目立つ仕上がりになります。右は境目を曖昧にしたロング&ショートです。針目幅をランダムにして糸を割って重ねていくスプリットステッチのような刺し方をします。境目が曖昧になりフラット気味に仕上がります。図案や好みで使い分けてください。まず簡単に図で説明します。刺し始めはロング、ショートと交互に刺します。この針目の幅はお好みです。今回は説明しやすいように揃えて書きます。色を変えます。1列目のショートにあたるステッチに続くステッチを刺します。次に1列目のロングにあたるステッチに続くステッチを刺します。このピンクのステッチの幅はずらしているだけで同じ長さです。刺す方向は外側から内側からどちらでもやりやすい方で大丈夫です。この部分が同じ穴になります。これを繰り返していきます。ここが終わりの線とします。ロング&ショートという名前はこの始まりの1列と終わりの1列のことを指します。それ以外の部分はステッチをずらして指すだけなので、あまりロングとショートという言葉にとらわれずに指していくのがいいかもしれません。この指し方をしたものがこれです。針穴部分に影が出るので糸のつなぎ目がはっきり見えます。では実際に刺していきます。図案始まりの1列目はロング、ショートと交互に刺していきます。繰り返しの説明になりますが、今回は分かりやすいように針目を揃えてやっています。これを、ランダムに刺すとフラット気味に仕上がります。そのやり方は後ほど説明します。糸の色を変えます。1列目の紺のショートステッチに続くように刺していきます。ロングの間を埋めていくようなイメージです。先ほどのショートと同じ穴に針を入れます。ここの針穴が共有になります。刺す方向は外から
内へというふうに逆でも構いません。これを繰り返していきます。串のように半分隙間のある状態です。次の列です。紺のロングステッチに続くように刺していきます。先ほどと同じように紺の針穴と同じところに刺します。色を変えます。同じ要領で進めます。色を変えます。最後はショートで一つ前の列を埋めるようにしていきます。刺し終わりました。実際はこんな四角を刺すことは少なく、いろいろな形を埋めていくので、これほどきっちり刺し分けなくても大丈夫です。この刺し方を頭の片隅に入れておく程度で良いと思います。次はフラット気味に仕上げる方法です。1列目は先ほどと同じです。同じですが、よりフラットに仕上げるために一針の幅に変化を持たせます。ロングの中でも長短、ショートの中でも長短をそれぞれつけます。変化はランダムで大丈夫です。色を変えます。先ほどは同じ穴に刺しましたが、今回は紺の糸を割りながら刺します。ちょっと見えにくいので、6本取りで拡大します。上が同じ穴に刺したもの、下が割って刺していくステッチです。刺し終えているステッチの上から糸を割って針を刺します。糸と糸の間をきちんと分けて、その間に針を刺すステッチをスプリットステッチと言いますが、これはそこまできちんとせず、ざっくり上から刺します。比べるとこんな感じです。上はポコポコと針穴が目立ちますが、下はあまり目立ちません。それでは画面を戻します。今説明した要領で刺し進めます。あまり神経質にならずにざっくりと刺していきます。これを繰り返していきます。多少刺し間違えても大丈夫くらいの気持ちで進めます。
ロング&ショートは花びらのグラデーションによく使われます。丸っこい図案の時は端から埋めていくと刺しにくいです。基準となる真ん中を先に刺して左右に進めていくと形が整いやすいです。こっちの図案のように放射状に刺したい場合はこの部分は狭くなるので糸が密集してしまいます。それを避けるため徐々に刺し本数を少なくするか取り本数を少なくします。こちらのように平行に刺す場合は面積に合わせて一針の長さを調節していくだけで大丈夫です。こんな風に用途に合わせて使い分けてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。